蜂蜜とクローバーは、羽運の地下による日本の漫画。また、それを原作とした、テレビアニメ、実写映画、テレビドラマ、蜂黒と略される。美術大学を舞台に、いわゆる、青春群像劇を、ハイテンションなエピソードや静かな感動シーンを通じて、捉えていく。恋愛に不器用な大学生たちの報われない、恋模様や、自分の才能や生き方について迷う。 若者たちの姿を描いている。チャプター1から14までは、キューティコミック2000年6月号から2001年7月号に掲載され、単行本も一巻が発売されたが、同誌の休刊に伴って連載が一時中断。作者が本作品をヤングユーへ持ち込んだことで、2001年11月号より連載が再開されることとなり、チャプター十五以降は同誌に掲載された。 全詞がファッション系で専門学校生、大学生向けのおしゃれな学園コメディという路線から大人の女性向け恋愛要素を多めの方向に変更された。その後、ヤングユーも2005年11月号をもって休館したため、チャプター57からは掲載詞がコーラスに変わったが2006年7月28日発売後に掲載のチャプター 64をもって最終回を迎えた。コミックスは全10巻、ファンブック1巻、宝島社版の1巻刊行版から修正が加えられている。スピンオフ作品を発表することが掲示され、コーラス2007年1月号と2008年3月号に読み切りが掲載されている。本作は過去に友達のいなかった作者のこうだったらよかったという妄想から生まれたという。 最終回については、様々な意見と反響があったが、この後の萩をもと、ゴールデンライラックのような展開を意識したと発言している。また、それぞれの片思いの恋愛を描く一方で、美術というモンスターに取り憑かれた輪組をめぐる物語がもう一つの軸としてある、とも指摘されている。スピンオフとして、自作の3月のライオンコミック14巻で、蜂蜜とクローバーの 藤原デザイン事務所のメンメンが登場し、蜂蜜とクローバーのその後に触れ、主人公の霊が部長を務める駒橋高校将棋部と職域団体対抗将棋大会で対局する。2003年に第27回講談社漫画賞少女部門を受賞。宝島社のこの漫画がすごい。女編の2006年版と2007年版において2年連続1位を獲得した。 2008年3月時点で累計発行部数は850万部を突破している。テレビアニメが2005年4月から9月までフジテレビ系列のノイタミナ枠で2006年6月からは第2期としてハチミツとクローバー2が同枠で放送された。実写映画ハチミツとクローバーが2006年7月22日より劇場公開2008年1月8日からは 富士テレビ系列で連続テレビドラマ化されたが、視聴率は低迷した。2008年には台湾でも蜂蜜幸運層のタイトルでテレビドラマ化され、主に日本の香川県でのロケが行われた。タイトルの蜂蜜は,はスピッツの同名アルバム蜂蜜から、クローバーは菅ガシの同名アルバムクローバーから取ったもので、作者がタイトルを決める際に蜂蜜と クローバーという2枚のアルバムが並べてあったのを見たというのがゆえんである。そのためアニメの挿入歌にはスピッツとスガシカオの楽曲が多く採用された。2008年版ドラマではこの2組の楽曲は全く使用されておらず、主題歌もそれまで作品に関わっていない平井健が担当した。舞台となっている浜田山美術大学のモデルは武蔵野美術大学で、 建物の描写がリアルに再現されている。アニメ版でも同様に、スタッフロールには協力として、同大学の名が記載されている。浜田山美術大学の住所は、原作者のオフィス所在地である、杉並区とされており、漫画内の地名や描写などからも推定ができる。美大生、竹本裕太は、同じアパートに暮らす先輩の森田忍山山、 匠らに囲まれ大学生活を送っていた。美大一の変人で問題児として知られる森田に振り回される毎日を過ごす竹本と真山。森田は時々大学に来ない時があり、しばらくすると憔悴しきった姿で、わけのわからないお土産と、途方もない大金を手に戻ってくる。だが、森田は竹本や真山の食事や寝床を奪うなど傍若無人に、振る舞い、金のことには、 一切触れようとせず、竹本らと貧乏暮らしをしていた。周囲の誰もが認めるクリエイターとしての高い才能を持ちながら、その才能に真摯に向き合おうとはしない森田に、周囲は焼きもきさせられる。竹本は病弱だった父親を幼くして失い、看護師の母親と二人で暮らしていた。やがて母親が別の男性と出会い再婚することになり、故郷から逃げ出すための口実として、 東京の美大へと進学したのだった。自らが誇るべき才能も個性も持ち合わせていないと、常日頃感じている竹本は眩しいほどの才能と、底抜けの明るさを持つ森田に対し、劣等感を抱いていた。だが、森田は気真面目で誠実な竹本に甘えつつも弟のように可愛がっていた。一方、真山は恩師である、花本修二の紹介で働くことになった。 建築デザイン事務所の経営者、原田理科のことを心から慕っていた。理科は交通事故にあって夫を失い、自らも後遺症で足に障害を抱えながら夫の残した事務所を一人で切り盛りしていた。儚投げでか弱く倒れてしまいそうな理科を支えたいと、真山は心から願うが、理科はそんなまやの気持ちを知りつつも気づかないふりをして遠ざけようとしながらも、 万事に卒のない真山に依存してしまい、結果的に本領させてしまう。理科に対する思いを捨てきれない真山は、彼女の一挙手一投足に振り回される。そんな無様な姿に最も傷ついていたのが真山に、恋をする山田歩だった。酒屋の娘で在籍する陶芸家では、美貌と才能の両方で周囲を虜にする歩み。周囲の男たちからもてはやされ、 ひくてあまたのお姫様である歩みだったが、真山への報われぬ恋に傷つき身を焦がしながら、その思いを捨てきれずに一人苦しんでいた。一方、真山も自分に向けられた歩みの思いを知り、その思いに応えることができないものの、傷つけたくない、守りたい存在として、側に置いておきたいという自分自身の矛盾した気持ちに、悩み苦しんでいた。優しい真山は、その優しさがゆえに、 歩みから慕われ、同時に深く傷つけていた。そんなある日、竹本は桜の木の下で見知らぬ少女に出会い、一目惚れしてしまう。真山はその様子を目撃し、密かに竹本の恋を応援する。彼女は花本のいとこ、花本はグミだった。人見知りが激しく口数も少ないはグミだが、彼女の作り出す作品は見るものを引きつける。 圧倒的な才能にあふれていた。やがて、感性が合う、者同士で、は、グミと歩みは、無ニの親友になる。森田もまたはグミに興味を抱き、やがてその才能とそれを持つ彼女を愛するようになる。一方、は、グミもまた森田の変人ぶりや、強引さに当惑しながらも、彼のあふれる才能を認め、心を惹かれていく。しかし、デリカシーにかけ、 何かとはグミを傷つけ泣かせ、困らせる森田。そんな森田の前では、緊張から普段通りに振る舞えないはグミ。どこかチグハグでありながら、互いを認め合う天才同士の魂の結びつきである。せいで他のものを寄せ付けない、恋愛と呼ぶには少し不思議な関係のは、グミと森田。二人を間近にしている竹本は、 自分の恋が決して叶わないものだと悟りながら生きることにはひどく不器用な森田はグミとそれぞれ交流を深めていく。そんな若者たちを見つめる花本もまた辛い過去を抱えていた。無二の親友である原田、そして彼の彼女だったりかと共に青春時代を送り三人で過ごした思い出の残る大学で教鞭を取ることになり、密かに リカを思い続ける気持ちを失しかくしたまま、原田の死によって心象付き自らを守ることさえせず、死を絶望するリカを支えなければならなかった。二人は一時期生活を共にするのだが、それはリカが原田の後を追わないよう見張るというものだった。やがて、リカは花元から自立するため事務所を再開して、自分の道を歩き始める。そんなリカを心配する気持ちから、 花本は信頼できる教え子である前山を側に、置くように計らったのだ。また、長野の田舎で祖母と二人きりの生活を送っていたは、グミが祖母を失い途方に暮れていたのを見かね、広い世界で同世代の仲間たちとのつながりの中から、様々なものを見せるため状況を進めたのだ。花本ははグミに対して、実の娘に対するような深い愛情を注ぎ、は、グミもまた花本の与える。 無償の愛に精一杯応えようとしていた。花本の研究室に集うようになった竹本、真山、森田は、は愚美、歩美の5人はみんながお互いにそれぞれの恋心を胸に抱きながら足早に流れていく季節の中、共に同じ時間を過ごすことで深い絆で結ばれていく。だが、それぞれに歩み出す道は異なっており、別れの季節は訪れる。 留年の続く森田より先に卒業した真山は、大学を去って、設計事務所で働くようになり、森田が学校に来ない時間も徐々に増えていく。折からの就職難により、歩みは研究生として大学に残ることになり、竹本は就職の決まらないストレスで倒れ、留年を余儀なくされる。ようやく決まった就職も、倒産という形で無に返し、 思い詰めた竹本はがむしゃらに自転車を漕いだ結果、自分探しの旅に出ることになる。やがて過ぎゆこうとする、はかなく脆い青春の時間を送る五人はやがて残酷なまでの悲劇に見舞われるのだった。それと、並行するかのように森田の秘められた過去が明らかになっていく。声はアニメ版での担当声優。縁は実写作品での担当俳優で、映画版。 ドラマ版の順に記載。台湾ドラマ版のキャストは、テレビドラマを参照。2005年4月14日から9月29日まで、フジテレビ他で、ノイタミナの第一弾として放送。全24話テレビ未放送エピソードには、原作の一部シーンがカットされているが、原作をほぼ忠実にアニメ化している。本作では、第4回には、フジテレビのアナウンサー3人がは、 グミの同級生役で、第8話でカーバー、ちゃんが、サイオンジ緑役で、ゲスト出演している。2006年6月29日からは、第2期、ハチミツとクローバー2が、同枠の、第5弾として放送された。全12話。放送中に、主演の神谷博士が、交通事故で急遽降板し、テレビ放送版最終話のみ代役が立てられる、ハプニングが起きた。作品の、 第一期はアメリカ、カナダ、韓国、台湾、香港、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアでも放送された。での解説のないものは第一期、第二期共通前述の通り、スピッツとスガシカオの楽曲が挿入歌として数多く使用された。スガシカオはこのアニメへの提供依頼を快諾した。スピッツもシングル曲を使用しないことを条件に、 楽曲提供を許可した。チャプター L は DVD 初回限定版5巻。チャプター F は DVD 初回限定版7巻の特典映像2006年7月22日公開。キャッチコピーは恋をした。それだけのことなのに世界は眩しい。富士テレビ系列で2008年1月8日から3月18日まで。 毎週火曜日の21時 -21 時54分で1クール放送された。主演は前年、振動や明日の私の作り方に出演した鳴海リ子で、フジテレビの連続ドラマは初主演となり、連続テレビ小説、若葉でヒロイン役を務めた山田歩役の原田夏希和子の作品が民放の連続ドラマ初レギュラー出演となる。また、真山匠を演じた、 向井治は、同枠で、前クールに放送された、暴れん坊ママに続く出演となる。台湾の CTS にて2008年5月から放送された。台湾だけでなく日本の香川県でもロケが行われた。日本では、蜂蜜と、クローバー蜂蜜幸運層の放題で、フジテレビ721及び、フジテレビ CSHD にて2009年2月9日から2月24日まで、 土日を除き毎日にわずつ放送される。地上波では2009年3月26日から名古屋テレビ放送にて4月15日から9月16日まで朝日放送にて放送された。蜂蜜とクローバー蜂蜜幸運草に関するカテゴリー。ありがとうございます。